あの家でよく暮らせるな、クミコの母親。え何それっていうか今日なんで突然帰ったのよ失礼だと思わない失礼何が今日は親への挨拶だったじゃない。結婚の挨拶のはずなのに、途中で急に帰るからうちの母も心配してたよ。何かあったのかと思って私も心配してたし、何度も電話かけたよね。なのにその返信がそれ失礼だとは思わないね。 むしろそっちの方が失礼じゃねどういうことあんな家によく人を呼ぼうと思ったよな。しかも帽子家庭とは聞いてたけど、まさかあんなオンボロ実家に住んでたとは。住んではいないけど、久美子のことはどうでもいいんだよ。母親があそこまで貧乏だと大変そうだな。 結婚してもいずれ同居とかになって、お前っていうか母親に搾取されそう。何搾取言って、何が言いたいのよ。よくわからないんだけど。貧乏すぎて結婚は無理ってことだよ。結婚は無理って、婚約破棄したいってことそうだよ。クミコはいい会社に勤めてるし、身なりもいいし、育ちもいいって俺が勘違いしてた。だからきっと金持ちなのだと思ってたから、結婚を決めたけど。 今日俺は完全に間違ってたって気づいたよ。え、私の実家が貧乏そうだから結婚をやめるってことそうだな。じゃあ私と結婚するのってお金目当てだったのどちらかといえば金持ちと結婚したいじゃん俺さ、実はもう一人気になってる人いて。え気になってる人そっちは社長令状で豪邸に住んでるんだよ。だから、 お前と婚約破棄して社長令嬢に乗り換えるわ。言ってる意味がよくわからないんだけど、それじゃ、大地は最初から二股だったってこと二股っていうか、お前と結婚決めてから見つけたって感じだな。今やっと俺と釣り合い女に出会えたって感じだよ。私は貧乏そうで実家がオンボロだったから、もう異様なしってことその通りやっとわかったか。俺は社長令嬢と結婚して豪邸に住むよ。 この間迎えに行ったけど、すごい豪邸に住んでたんだよね。親がでかい会社の社長らしい。それ、私にとっては全く必要ない情報なんだけど。ま、そうだな、ね。とにかくそういうことだから、俺は金持ちと結婚したいし、母子家庭の貧乏人とは住む世界が違うんだよ。私も今そう感じてるよ。私と太一は住む世界が違うみたいだね。やっと理解してくれた 俺みたいなエリート会社員は、やっぱり嫁も、それ相応の相手じゃないと。だから俺は、社長令嬢の方がふさわしい結婚相手だと判断。勝手だね。なんなら最初から言って欲しかったよな。実家は貧乏でボロボロの家ですって。今まで無駄にした時間を返してほしいくらいでは。こっちのセリフだけど、もう何も言いません。私の見る目がなかったのね。もういいわ。別れよ社長令嬢とお幸せに。 貧乏人は最近どうだ貧乏人って、私のこと他にいないだろ。何の用今更連絡してきて何がしたいんですか俺に捨てられた貧乏人はどうしてるかなと思ってさ。俺は今気分がいいから相手してやろうと思って。私はそんなに暇じゃないんだけど。そうだよな。貧乏人は忙しいもんな。俺、社長令嬢と無事結婚したよ。 そうですか、おめでとう。だから、仕事辞めて暇なんだよ。え仕事辞めたの社長令嬢と結婚したんだぞ。これ以上働く必要ないだろ。嫁の親は AB コーポレーションズの社長だぞ。俺はこれからセレブ生活だよ。ああ、あの会社ね。そうなんだ。奥さんはあなたが仕事辞めたこと知ってるのまだ言ってない。サプライズにする予定。 奥さんからしたら世界で一番嬉しくないサプライズだろうね。なんでだよ。旦那が自分のために仕事辞めて、家族の会社で勤めようとしてるんだぞ。嬉しいに決まってるだろうが。そういうのって、事前に話すべきだったんじゃないかな。私にはもう関係ないからどうでもいいけど。それじゃあお幸せに。十分幸せです。お前はどうせまだ貧乏暮らししてるんだろ貧乏暮らし俺はもうすぐ豪邸に引っ越すぜ。 あの時本当にお前と結婚しなくてよかったわ。母子家庭の貧乏人のお前捨てて社長令嬢と結婚して正解。俺は豪邸に住むけど、お前はオンボロ実家で母親と仲良くな。年少5億の彼と結婚したよ。え<あ>金持ち女との結婚自慢でマウントしてくる最低男。事実教えてあげようかなんだよ事実って。年少5億とか見え張りすぎじゃね。事実だから仕方ないよね。 結婚マウントしてくるってことは、あなたも幸せなんだね。でも私はさらに特級の金持ちと結婚しちゃいました。これが事実。はあ、なんで本当にそんな金持ちと結婚したのかよてか、そんな金持ちとどうやって出会ったんだよお前みたいな貧乏人なんて相手にされないはずじゃないのか実は私の母も資産家なのよね。え<っ>だから前から結婚の話がたくさんあったの。 でも自分で見つけた人と恋愛して結婚したかったから、タイツと付き合って結婚したいと思ってた。でも結局、自分の見る目のなさに驚く結果になっただけだったわ。えどういうことだよスタンカって。冗談きついや。あの家で。あの家はうちのお父さんが生前お母さんにプレゼントした。初めて家族で一緒に暮らし始めた家だったの。はあ。最初はお父さんが貧乏だったから結婚を反対されてて。 でもお母さんはそれを仕切って結婚してお父さんは必死で会社を起こして家を建ててその結果おじいちゃんに認められて無事家族として幸せに暮らせるようになったそういう大事な家なのよそんなの知らんしだからボロボロになった今もお母さんは住んでるけど他にタワマンも持ってるし不便になったら別の家に移れるようにってもういくつか物件を確保してますなんだよそれ そんな金持ちだなんて知らなかった。なんで言わなかったんだよ。言う暇もなく自分で勝手に貧乏人認定して婚約破棄してきたんですよね。そうだった。それじゃ私のせいじゃないよね。私は今はお母さんの紹介で出会った方と婚約して、つい先日結婚して、とっても幸せです。やっぱり同じレベルの釣り合う人間との生活って楽だわ。無理してあなたに会わせなくていいしね。はあ。 俺が貧乏だとでも言いたいのかまあ普通に生活しててもちょっと育ちの差が出ちゃうよね。いくらいい会社に勤めてても今までの生活の差は出るよ。それに会社も辞めちゃったんでしょそういう人間と結婚しなくてよかったって今ほっとしたよ。勝手に言ってろ。俺だって社長霊嬢と結婚したんだ。これからは社長になるしかないし、お前よりセレブ生活を送ってやるからな。それは難しいんじゃないかな。はあ。 何言ってんだ社長令嬢って言ってるけどさ、父親とは会ったのまだ会ってないよ。結婚したばかりだし、これから親しくなる予定。普通結婚前に挨拶したりするんじゃないの相手が社長令嬢なんだったらなおさらでしょそうだけど、社長は忙しいんだよ。 彼女が言うには、社長は海外出張も多いし、なかなか時間が取れなかったみたいだ。それって言い訳なんじゃないあちなみにその会社だけど、うちの夫の子会社の一つだよ。はそうなの彼女の親の会社がじゃあゆくゆくは俺が社長になるわけだし、クミコの夫の下で働く形になるのか。それって、なんだか屈辱的だな。最悪。そんなポジティブな勘違いで済むかなどういう意味だよ。 何が言いたいんだあなたがその会社を継いで社長になることはないと思うけど。子会社だし、世襲制じゃないしああ。えそもそも、その社長って娘さんと絶縁したはずだよ。絶縁何言ってるんだ夫に聞いたけど、社長さんの娘はホスト狂いのクズで大変だったみたいで、問題ばっかり起こして、親の社長ももう手に負えなくて、家から追い出して感動するつもりだったみたいだけど。ホスト狂いそれが俺の嫁 そんなわけないよ。多分誰かと勘違いしてるんじゃないかもし本当にさっき言ってた会社の社長だって言うんだったら間違いはないと思うけど。まあ、本人に確認すればいいんじゃないですか私には全く関係のないことだもんね。ありえないよ、そんなこと。俺の嫁がホスト狂いで親に感動されてるそれじゃあ社長令状である意味ないじゃん。そうですね。うちの夫の誤解だといいね。俺はお前より金持ちになって幸せになるんだから。 セレブの邪魔すんな。はいはい、それじゃ。クミコ、ちょっと話せる私には話すことないんですけど、今度は何の用ですかクミコがさっき言ってたこと、事実だったみたい。彼女親に感動されてる。豪邸も俺が行った日は親がいなかったから、勝手に入れただけみたいだ。でしょそうだと思ったよ。 好きで結婚したんだから、お幸せにね。ホストグレイも事実だった。毎晩会食で出かけてるって言ってたから、社長令嬢は忙しいんだなと思ってたけど、違った。ホスト遊びに出かけてただけだった。全部私の言った通りだったんだね。 ご愁傷様です。俺がエリート会社員だから、これからは俺に帰省しようと思ってたみたいだ。それで感動される直前に俺と結婚を決めたらしい。だからこれからは大丈夫と安心してたみたいだけど、仕事辞めたこと伝えたら離婚するって言ってる医者料も請求するとかわけわかんないこと言ってる当然の流れだろうね。さっきまでマウントして嬉しそうだったけど、結婚早々貧乏生活になりそうだね。俺たち、やり直せないかな はあ、俺はクミコの家のこと誤解してただけだったし、やっぱり俺クミコのこと愛してるんだ。クミコだって親が決めた結婚より自分で選んだ相手がいいだろいや、今は十分幸せなんでお断りします。なんでだよ結婚相手の金を当てにして勝手に仕事を辞めるようなクズ。結婚しなくて大正解だったわ。<laughs> 家のこと隠してた社長令嬢も社長令嬢だけど。 あんたも十分クズだからお似合いなんじゃないですかそんな言い方するなよ見捨てないでくれ俺が間違ってたんだでしょうね。私にはもう関係ないけど、底辺同士、幸せになれるといいね。マウントクズ男の太一さんに圧倒的な格の違いを見せつけたクミコさん。 太一さんは自分の犯した過ちに気づくことになり、絶望するしかできなかったみたいですよ。久美子さんは大金持ちの旦那さんと幸せに暮らし、太一さんは社長令状に離婚を突きつけられて、医者料まで請求されて、修羅場になっているそうです。辞めた職場に頭を下げて再度雇用してもらおうとしたそうですが、もちろんそんなことはしてもらえず、そのままさよなら。安定していた職場で失ってしまって、奥さんにも捨てられ、 孤独な貧乏生活をスタートさせた太一さん。少しは反省したんじゃないでしょうか。